コロンビアコロンビアは NASA エームズ研究センターのためにシリコングラフィックス社が構築したスーパーコンピュータ2004年に納入された2006年11月現在コロンビアは51.87とフロップスで世界第8位の性能を誇るコロンビア名は尊い犠牲を出したスペースシャトルコロンビアから取られている20代の SGI アルティックス3000をクラスター 結合したもので、格納度は512個のインテルイタニウムに、マイクロプロセッサから構成されているため、全体では1240プロセッサを有する。メモリは 20TB、ディスクは 440TB、補助記憶装置は 10PP を備えている。SGI アルティックスが選択されたのは、NASA がそれ以前に構築したコルポナで印象が良かったためである。 コルポナは512プロセッサのアルティックス3000を使用しており、後にコロンビアの第一ノードにコルポナを使用している。ノード間接続にはインフィニバンドの288ポートのスイッチを使用しており、転送速度は最大 10G ビット秒である。他にも 10G ビットのイーサネットや複数の 1G ビットのイーサネットも使用している。ありがとうございます。